吉野家さんなんで。これでいきますね。いいですね。ねえ、あんなのも降りてくるんだよ、ほら。まあ、ロサンゼルスと言いますとハリウッドがありまして映画産業盛んです。ここ一帯右左ですね、ずっと広大な空き地、ここを買い取りましてですね、ここを映画のようにするということでね、名前がついております。ここですね、今着工。小さめですね、こちらずっと並んでおります、左側もですね。こういったクルーザーでもですね、この左側もそうですね、売りに出しているクルーザーも結構あります、まあ、ジェットボートなんて100万円台で買えますよね。ウェアハウスという名前ですけども、こちらも普通の方結構ご利用になりますけど、この左側ですね、ちょっと汚い感じですけど、中はおしゃれにできてます。南国風に作っております。ポルネシアン料理を食べさせてくれます。持ってるホテル、リッツカールトンホテルですね、この左側です。リッツカールトン、日本の高級旅館を思わせる行き届いたサービスで有名なホテルです。そして左側ですね、これが日本でいうとマンションですね、こちらではコンドミニアムと言います。マリナシティクラブ、テニスコートもあります、プールもあります、ショッピングモールもあります。でここの中だけで生活ができるというね、素晴らしいコンドミニアム、この左側です。右側ですね、赤茶色いレンガ造り、建物の交差点出てきますけどもね、ここが彼の持ってるビルなんですね。右が出てきました。右前方ですね、ちょうどこの右側です、これ彼の持ってるビル。そしてレストランシュワッチはこの右角ですね、ちょうどここなんですね。ウェーターがすごいですね、ボディービルダーなんですね。広がっております。この砂浜だけでも幅が100メーターぐらいあるんですね。でどのぐらい広がってるかと言いますとね、これずっと走っていきますと45キロの長さでつながってます。ですから日本の夏のような混み具合ってまずないですね。これだけ広いですからね。で見ての通り、自転車乗ってる方、ローラースケートね、やってる方、まあ、スポーツのメッカです、ここはね。ローラースケートの発祥の地でもあります。綺麗ですね、青い海、白い砂浜、ね、広がっております。ここやはり海に入ってる方っていうのは少ないんです。なぜかというとビーチは大変暑いんです、浜辺は大変暑いんです。でしかし海は大変冷たいんです。アラスカ寒流が流れてるんですね。ですから海は大変冷たいです。ですから泳いでる方っていうのは子供さんが多いですね。もう大変綺麗ですしね、散歩、自転車に乗ったり、ね、そういったことができますね。こちらで左側に青と黄色の建物見えてきましたね。でこれは海の家じゃないんですよ、これレンタルショップといいましてね、自転車とか貸してくれます。海の家ないんですね、こちらはね。かき氷食べられないんです、こちらね。かき氷食べられない。ボディーガード、いろんな映画撮影使われております。フォレストガンプなんて映画も使われてますね。まもなく左側に見えます大観覧車、ね、そういったものも見えてきます。乗り物代だけ払えばいい。見えてきました、左側です。観覧車見えますね。あれ日本と違うんですよ、もうぐるぐる回ります。20回ぐらい回りますからね、景色どこじゃないんです。目が回ります、本当早いですよ。50セントですからね、7、80円で乗れますけどもね、安いですね。そしてサンタモニカ到着になりますけど、マクドナルド知ってますよね、皆様ね。こちらのファーストフードお食べになりましたかね。大変量多いです、ね、ハンバーガーの大きさ違いますよね。
アイスっていうの。Thank you.